帰ってきます。今日はラジオ先発はこの隅田の立ち上がりです。とバントでワンアウトランナー2塁から、これがフォアボールでしたね。そうですね、まあ、惜しいって惜しいです。そうですよね、はい、ただその山口浩輝が初球を捉えました。まあ、打った瞬間という感じでしたね、はい、そうですね、もう全力のスイングだったので、はい、これが第10号のスリーランホームランということになります。2桁ホームランを放ちました。3本先制ということになります。そして佐藤翔馬です。ライオンさんは8登板8先発、この緩いボールを使いながらスライディングしてましたね、はい、もう真っすぐもカーブもね、はい、全ての球がバランスよく投げれてたので、はい、まあ、ライオンズとしては絞りにくかったですね。そうですね、はい、このピッチングに応えるように3回ですが、ツーアウトからこの井上の5号ソロで4対0と広げましたね。はい、ツーアウトからのね、はい、ホームランはちょっと痛かったとは思いますけど、はいはい、隅田はこの回までで4回97球7安打4失点でマウンドに上がってきました。さあそして4回です。これがまあ鈴木のヒット、これが初安打になるんですね、はい、ここからちょっとね、はい、反撃モードに入りましたけど、はいはい、そして源田、これが続きました。いい形と連打、もうこれが2塁1塁というふうになりました。その後ワンアウトランナー3塁1塁になるんですが、4番の山川回復化されましたけどね、はい、サードゴロ、この間に1点が入ってことで4対1ロッテリードは3点に変わるということになりました。まあ、流れとすればこのまましっかりと2番手以降が抑えればといったところの2番手宮川ですが、ツーアウト2塁からこの安田、このタイムリーツーベースで5対1とまた4点差になったので、はい、ね、取られカードに取られるとね、なかなか厳しい展開になりますよね、はい、そして5回ですがワンアウトからこの続け三振というところになりますが、ナイスピッチングは勝利投手の権利のかかる8番オグレビーとライト内で5回を投げていました。この瞬間に荻野が通算1000試合出場達成ということになりました。ベテランのこの笑顔、ロッテ引っ張ってきたところですよね、はい、ホッとしたと思いますよね、はいはい、そして後半に入りますが、ライオンズは3番手の本田、中島君が頑張っていた中、ノーアウトランナー2塁1塁という中で、この3番の中村、これライトフライ、4番山口セカンドフライ、ツーアウトを取りました。ランナー2塁1、そして井上との勝負になりましたが、はい、大事なところでしたけど、はい、なかなか難しい配球だったと思うんですけども、はい、3-2からですからね、そうですね、2点タイムリーツーベースになって7対1と大きなリードを6点に広げました。8回からはライオンズの4番手のゴーが投げています。このゴーの方はしっかりと抑えて、この点差の中で本当にアウトをちょっと積み重ねましたね、はい、まあ、2イニング、ね、投げてくれて0点に抑えてくれたのでね、はい、そこも井上をライトフライに打ち取るということになります。まあ、イニングまた2イニングをしっかりと抑えました。そして9回は5番手の佐々木健があって、ここもワンアウトから7番の安田三振、そして8番の増田朝日、これは初めての三振問題となったんですね、はい、この回もそうですね、はい、そして9回です。ロッテは4番手の広畑がマウンドになっています。2アウトランナー1塁という状況で、最後はこの森ショートに打ち取ってゲーム終了7対1スワロッテマウンドに立ちました。佐藤翔馬がプロ2勝目ということになって、小平隆史が1000試合というゲームになりました。ロッテは連敗を4でストップです。